はい、テイルズ・オブ・リバース実況プレパート52やっていきますと、シャオルーに乗せてもらって、モクラド村というところにやってまいりました。ここはね、ヒューマもガジマも関係なく仲良くね、今でも暮らしている村みたいでね、まあハーフなんかも住んでる、そういった幻の村っていう感じなんでしょうかね、っていう村があるって言って、ここのことだよね。はい。でもここで、その、ヒルダのお母さんと会うことができました。そのお母さんもね、ヒルダのことちょっと突き放しちゃったんですけれども、何かに怯えてる感じがあったんですよね。もう一回ちゃんと会って、聞いていきたいと思います。さてさて。馬車代もねえ、俺。元軍人か。まあとりあえず。ナイラさん、話を聞かせてください。早く出て行ってと言ってるのがわからないの。娘が会いに来たのに、どうしてそんなこと言うんだよ。もう顔を合わせたくない。いいから早く村から出て行って。あんたはヒルダの大切にしていたタロットを破り捨てたんだ。せめてその理由だけでも。理由なんて。やっぱり捨てた娘に会いたい親なんていないのよ。ヒルダ、俺は諦めねえぞ。なんか手掛かりを探そうぜ。ないだ。わかりねえ。お、ナイラさんのことで聞きたいことがある。ナイラさんのことで。そう、あなたがナイラさんの娘さん。そういえば一度だけナイラさんとゆっくり話したことがあるわ。あの人は旦那さんを亡くされた後、ずっと一人で国中を旅していたんですって。奪われた娘さんを、そう、あなたを探すためにね。奪われた娘？結局あなたは見つからず、ナイラさんはこの村に来たの。そしてあなたの幸せを祈ることにしたんですって。それにもしもあなたが行き場を失うようなことがあれば、きっとこの村に来るだろうって。その時にすれ違いにならないようにって、ナイラさんはめったに家から出ないのよ。そんなの同情を買うためにあの人が考えた作り話だわ。だって私は捨てられたんだもの。ヒルダさん、本当のことは私にはわからない。でもこれだけは信じてあげて、ナイラさんは、あなたのお母さんは心の底からあなたを愛してるわ。ねえヒルダ、もう一度お母さんのところに行ってみようよ。うん。もう一度。な。ん？なんだ？フォルスだ。かなり強いよ。トーマ、なぜここに？この国は今ジルバ様によって救済されようとしている。
だがお前たちが得ようとしている聖獣の力はその妨げとなるのだ。邪魔者を消しに来たというわけか。この惨めったらしい村はお前らの墓場に良さそうだ。トーマ。誰だお前は。覚えていない。夫を殺し娘をヒルダを奪っておいて、よくもそんなことを。おお、あの時の女か。あんたが父親を殺した、私を奪ったって。私は捨てられてたんじゃないの。まさかそれも。どうだ、傑作だったろう。親に捨てられた哀れなハーフの物語は。それとも俺が本当の父親だったとでもした方が劇的で面白かったか。トーマ、あんた見ろ、ガジュマの身でありながらヒューマの男の子供など産むから、その娘はろくでもない女になった。娘を侮辱することは許さない。許さなかったらどうする。無力なお前には大事な娘すら守れまい。ヒルダ、危ない。ナイラさん、これでいいの。よかった、よかった。しっかりしてください。ヒルダ、これあなたのタロット破っちゃったから、私のじゃ嫌かしら。ありがとう。出て行けなんて言ってごめんね。今まで苦しめてごめんね。ナイラさん。バカな女だ。いや、バカな夫婦だ。二人して娘をかばって命を捨てるとはな。じゃあお父さんも私のために。困ったなヒルダよ。自分を捨てたと思って憎んできた親が本当はお前を。なんだ今のは。攻撃が見えなかったぞ。許さない。あんたは絶対に許さない。お、ヒルダを加えて戦えと。ここも真面目な戦闘だよね、一応ね。とりあえずこうしとくか。この野郎、弱点水。おっと。おお、特殊。めちゃめちゃやばい。あれあれ、弱い。なんだよ。トーマめっちゃ弱いじゃん。このトーマがお前らごときにやられてたまるか。
あんたは絶対に許さないって言ったでしょ。これは、やめろ、やめてくれ、助けてくれ。ヒルダ、大丈夫か。さっさと起きなさいよ。目を開けてこっちを見なさいよ。ヒルダさん、お母さんは。冗談じゃない、冗談じゃないわよ。聞きたいことがあるのに、あんたに言いたいことがあるのに、なんで死ぬのよ。勝手すぎるわよ。どうして私を産んだの。私は何のために生まれたの。答えて。母親でしょ。お願い、答えて、答えてよ。私は何なの。ヒルダさん、これは、もし自分が死んだ後娘が来るようなことがあったら、これを渡してほしいって私みたいなおばあさんにお願いするなんて変よね。まるで自分が死ぬのが分かってたみたい。ヒルダ、どこかへとさらわれていったあなたがここを訪ねてきてくれた時のためにこの手紙を残します。やっとあなたがここへ来てくれたのに直接謝ることができなくて本当にごめんなさい。ヒューマのお父さんアムジルとガジマの私の間に生まれたあなたが自分の体のことでいつか苦しむだろうことは予想していました。それでも私たちはあなたを産みました。私たちが見つけた愛の素晴らしさに命を吹き込み喜びを分かち合うためです。あなたとハーフと呼ばれ忌み嫌われるその体をあなたは呪い私たちを恨んでいるかもしれません。でもあなたは私たちの誇りです。あなたはハーフなんかじゃない、半分なんかじゃない。お父さんと私の二つの命を合わせ持つ存在だからです。だから胸を張って生きてください。ヒューマでもガジマでもハーフでもない、人として。人として。あなたの母ナイラ、私の愛するヒルタ。何よこんな手紙。二つの角をいただく女、よるべなき者たちが集いし北の村で二つの角をいただく女、古き星をその手につかむとき天命尽き大地に帰る。これってナイラさんの字かしら。なんだかナイラさんのことを暗示しているように思えるんだけど。古き星ってタロットのことだろう。ヒルダとも言えなくないか。ナイラさんは自分の死を占いで予言してたんじゃないでしょうか。でも突然現れたヒルダさんも自分と同じ古いタロットを持っていて二つの角をいただく女だと気づいた。だからナイラさんはヒルダのタロット破り捨てたということか。ああ、その上でヒルダを拒み予言が果たされるこの村を去るように仕向けたんだろう。だったら何よ。私の身代わりになって死ぬなんてどうかしてるわ。私が望んでいたのはこんな手紙でも命を救ってもらうことでもない。私が欲しかったのはあの人に言いたかったのは
私一度もあの人のことお母さんって呼んだことなかった。お母さん、お母さん。うん、行きましょう。って言ってもどこに？どこでもいいわ。この村にいるのが辛い。トーマは結局とりあえず ハインデルタ。なんかもう一個あったっけな。うん。スペルエイム。さあどうでしょう。術撃下がるけどまあ悪くねえな。うん、あとはあれ、なんか条件違ったっけかな。なんか友人戦闘に話しかけてなんかもらえた気がしたんだけどな。まあ、いっか。待って、ヒルダさん。ナイラさんの荷物を整理してたら出てきたの。彼女が大切にしていた水晶、手紙と一緒に持って行ってあげて。それはあなたが赤ちゃんの頃、あなたのために手に入れたものだってお母さんが言ってたわ。私のために？詳しいことはわからないけど、アルバン山脈の麓にある島であなたの長生きをお祈りしたって。そのお祈りをするためにこの水晶が必要だったとか。もしかしたらその水晶って聖獣探しの手がかりになるかも。いろいろとありがとう。いつか必ず戻ってきます。お元気で。お待たせ。アルバン山脈の麓の島と言っていたな。ええ、そこへ向かうわよ。ほいほい。この後戻って自信ないですけど、なんかもらえたりしなかったっけな。なんかもらえたの覚えてるんですよ。あ、ほら来た、デルトルーイ。なんかなぎなたみたいな見た目の。弱いっていうね。弱いっていうね。なんだよ。
あんた、アルバン、アルバン山脈、山脈のふもと、口が真ん中だ、アルバン山脈のふもとね。だいぶ増えてきたけどまだまだだな。宝箱見っけー。ウサニンの村、よくわからん。まだサブイベント的なね感じだとは思うんですけれど、アルバンさん、どれのこと？スーグルド地方か、アルバンさん見てたから。あ、これかな。環状列石遺跡。
それは。これがヒルダの両親がヒルダを連れてきたって場所か。間違いない。私はここに来たことがある。ここに一体何が？聖獣と関係があるのかしら。ヒルダ、お前はかつて両親と共にここを訪れた。私は聖獣ギリオーニ。お前の両親はお前のためにここへ来た。お前はなぜここに来たのか。聖獣の力を手に入れるためよ。なぜ聖獣の力を必要とする？世界を覆う邪悪な思念を浄化するため。その言葉に偽りはないか。お前の心に迷いはないか。迷いなんかない。何も迷ってなんかないわ。ならば我が元へ来るがよい。全てはおのずと明らかになる。行くわ。はい、ギリ。というわけで、5体目の聖獣ギリオーネの試練がここで始まるみたいですね。試練の対象はヒルダということで、どんな試練になるのか。ヒルダだったら雷だからね、なんかバチバチ痛そうな感じで来なければいけたね。はい、じゃあまた次回ね、続きやっていきたいと思います。では、テイルズ・オブ・リバース実況プレイパート52、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、まで見てきてな。